このベッドの右側ちょっとえらいことになってて、すいません汚くて、あのシューズとバッグと帽子とみたいな感じで、ここにあのシューズラックと、あと本当はここにアクリルの棚をこう組み合わせて出してないシューズとか入れてたんですけど、まあ、結局なんか見えてるとぐちゃぐちゃしてて気になってきてしまったので、扉付きのキャビネットを購入しました。でそれにもうすっきり全部入れてしまおうと思っています。まだ家具は届いてなくて別のものが先に届きました。届きました。今回は IKEA でこのキャビネット同じやつ2つと、あとはスパイスとかなんか調味料系を整理するボトルとか、あとこの棚は一つあのシューズボックスにしようと思うので、あのシューズホルダーとかをこまごましたものを一緒に買いました。では早速組み立てていきます。組み立て終わりました。ちょっと中身を整理していきたいと思います。ちょっとこれはキッチン系なので後ほどやります。で、シューズのフォルダーがこんな感じですね。とりあえずこんな感じに入れました。スタメンシューズで、下はもうブーツがですね、このシューズホルダーは使えなかったので高さ的にそのままなんですけど、袋に入れてちょっとぶち込んだっていう感じになってますね。で下の段はそんな感じで、で上は、ニット系掛けでちょっと伸びていってしまいそうな服と、帽子、サングラスと、あとバッグっていう感じですね。はい、そんな感じでちょっとまたおいおい調整しながら使っていきたいと思います。ベッド周りがかなりすっきりして満足しています。とても疲れました。ちょっと達成感ありますね。やり遂げました。乗り
ました。バッサリと、すごく久しぶりにボブにしました。パツッとちょっと重めですね。なんか季節もちょっとこう切り替わるタイミングなので、新しい気分で楽しめそうです。疲れすぎてものすごく眠いんですが、まあ、ご飯は食べたいので作っていきます。